さあ今日はどうやって資産を減らそうか。宅食サービスを運営するお弁当の業績が好調です。それが、さあさあもう早速ニュースで見た株式会社お弁当を1200億で買収してやったよ。さあ早速この会社を潰しにかかりますか。よし、じゃあまずはゴミ拾いじゃなくてゴミを捨ててやるんだ。それも会社の名前がバッチリ入った服を着て、さらに旗なんかも用意したぞ。ほいほいほい。さあどんどん捨てていこう。おー、なんだなんだ、動画か。そりゃこんなゴミ捨ててたら興味も湧くか。さあ好きなだけ撮るんだ。あ、そうだ、このガムをおっと、電柱にベタリ、地面にもベタリベタリと。インタレスティング。よしよし、外国の人が俺の映像を世界中に広めまくってくれたまえ。一週間後、おかしいな、あれから一週間だが会社へのクレームなんかが一切入ってないらしい。何かがおかしいぞ。社長のおかげでうちへの注文が舞い込みまくってます。一体どういうことだよ。ガチャ。どうも。あんたはあの時の。私、映像監督をしておりますマイケルと申します。あなたの素敵な映像作品が YouTube で人気ですよ。ちょっと待って、なんで俺がゴミを拾ってるんだよ。社長、マイケルさんは世界的な逆再生映像監督なんです。うっそーん。この映像見てください。ゴミ拾いなら素晴らしいですが、たくさんの人がやっています。しかし社長は地面に落ちてるゴミを食べてるんです。これには見た人みんなびっくりですよ。環境のためにここまでする人なんて見たことがない。自己犠牲の塊だなどと世界中から称賛の声がいっぱいです。この一件で上がった売り上げです。うそー、会社の名前書いた服でガム捨てまくったのに、環境のために落ちててガム食ってるやつになっとるんやけど。クソー、なんなんだよ。おほん、じゃあ始めていきますか。まあいいだろう。今隣にいるのはこの会社の一番の契約先の社長だ。そして今から接待ゴルフなんだ。今回は接待の相手をボコボコに打ち負かしてやろうって策略だ。今日はよろしくお願いします。今回いつもの秘書に代わって新入社員の石川くんに来てもらってます。石川くんは学生時代にゴルフの経験があるんだよね。はい、今日は頑張ります。威勢がいいな。なんてね、石川くんは実はプロゴルファーなのさ。さあさあ、これは契約打ち切り間違いないだろう。頼むぞ。では行ってきます。プルルル。もしもし、待ってよ、あやこ。別れるなんて言わないでくれよ。確かに今回で浮気は72回目だけどさ、許してよ。もう連絡してこないでね。そんな、どうしよう。あー、なんなんだよ。クキン。イケポチャー。うう、今度はお腹が痛い。僕は自分の家でしかダイができないんだ。おいおい、ここはオーストラリアだぞ。日本出てから5日だぞ。はい、5日間我慢してます。何やってんだよ。クキン。あー、優勝は、高松社長。いやー、また勝っちゃったよ。え、もしかしてプロゴルファーの石川くんですか。おいおい、何のようだよ。そんなわけねえだろ。図星だ。頑張ってください。最初から似てると思ってたんだよ。まさか本物だとは。ってことはわしが石川くんに勝ったのか。いやー、気持ちいい。まあプロだろうとわしには勝てないってことさ。はっはっはっはは。よし、いいだろう。うちで経営する老人ホームのお弁当も全部あんたの会社にお願いするよ。前払いで頼むよ。うそー、絶対ゴルフにプロ呼んだのにプロ全然使い物にならないんやけど。くそー、いい加減にしろよ。こうなったら会社で製造してるお弁当にカエルを混入させてやろう。いや、もうなんならカエルにおかずを混入させてやるか。ほい、でカエルを入れてそこにおかずを混入と。おかず混入カエル弁当の完成だ。よし、これは大問題間違いなしだろうな。1週間後。俺のこと覚えてるよな。1ヶ月前までこの老人ホームで働いてたよ。まあこれも全部ここの労働環境が悪いせいだ。くそ、中に2人嫌がる。1人ならなんとかなるが。はあ、なんかお腹すいたな。おい、誰か弁当持ってこい。お弁当を取ってるんだろ。お待たせしました。おいおい、レディーたちもいる前でビビっておもらしかよ。それカエルかだぜ。おい、カエルって言うな。俺はカエルが世界一苦手なの知ってるだろ。おっと、そうだった。じゃあいただくとするか。突入。さあそろそろ問題になってるか。ガチャ。あなたは私たちの英雄です。みんなでお金を集めました。どうぞ。うそー、カエル弁当におかず混入させたのに英雄呼ばわりされてるんやけど。はあ、もうどうしたらいいんだ。あ、師匠、師匠だ。本物だ。あなたの活動に感銘を受けてみんなここでゴミ食べしだしたんです。そしたら同志もどんどん増えてって、今じゃメンバーは600人いますよ。あ、師匠ならあれいけるんじゃね。ああ、メンバーの誰も食えなかったあれか。持ってくるよ。3分後。師匠、師匠、師匠。うそー、